南河内町は、栃木県河内郡に属していた町である。平成12年国勢調査による、通勤率は、小山市へ11.4%、宇都宮市へ11.1%。平成17年国勢調査による、通勤率は、宇都宮市へ11.4%、小山市へ11.2%。2006年1月10日、隣接する下津賀郡国分寺町。 道軍石橋町と新設合併して、下野市となり、廃止した。町の西部に、自治医科大学、その南側一帯には、都市再生機構が開発した、県内最大の住宅団地、グリーンタウン下野があり、東京のベッドタウンとして、過去15年間で人口が倍に伸びている。旧石器時代から先人が住み始めたと言われ、 気抜いた六大遺跡や北原古墳群等が残される。飛鳥時代後期には、旧東山道が通っており、下野薬師寺が建立された。下野薬師寺には、僧侶の修行の場である、階段院が設けられ、奈良の東大寺、九州の関世音寺の階段院とともに、日本三階段と呼ばれている。現在では、金星建立の六角堂のみが残されており、 回廊の一部等が復元されている。江戸時代以前は、大技薬師寺、大技、元吉伝統は、河内郡に属し、大技三王山、大技上吉田、大技下吉田、大技花田、大技下坪山等いくつかの村々は、津賀軍に属していたが、後に、河内郡に属すことになる。大技、元吉田村は、鎌倉時代より絹川右岸の戦運により栄えていた。 地域と言われている。中世以降、小山市一族の薬師寺市、結城市の配下に置かれた。江戸期には、佐竹氏または、旗本、大館の支配地になり、いくつかの村が、秋田藩にも属した。明治期、廃藩地県により、多くが、日光県に属し、石橋文庁舎の管轄に置かれた。1873年には、 栃木県となり静かな農村地帯として歩む。1972年に自治医科大学が開学し、さらに1983年には国鉄自治医大駅が開業すると、住宅、都市整備公団による自治医大周辺の都市開発が進み現在、躍進中。出展、栃木県町村会70年市、P463、栃木県歴史人物辞典。 P673 から674件の管轄が県河内庁舎に属し、ゴミ清掃、保健衛生等の広域行政は小山市を中心とした一市山町に属している。また、消防組合は石橋町を中心とした石橋地区5町で構成し、自衛隊の管轄は儲か事務所である。県内では先駆け、住民自治が比較的進んでおり、 住民が自ら制定した町づくり基本条例や環境基本条例等がある。環境面では国分寺町と南川地町内のスーパーコンビニなどでノーレジ袋デーが実施され住民の活動が盛んである。農産物は主にほうれん草、かんぴょう、玉ねぎ、米が生産されている。有機紬の産地としても有名。東京から80キロメートル。 国道50号、国道4号と、北関東自動車道に比較的に近い立地条件。町の南西部に、新4号を軸にした工業団地があり、ソニー等の工場が点在している。現在、南河内町立は、下付市立になっている。旧町域内に、鉄道駅はないが、JR 宇都宮線寺地位台駅が、玄関口となる。ありがとうございます。